皆さんボンジョルノ、ロマニッシモ公認ガイドの原井修司です。今日は17世紀なんですが、江戸時代の初めに日本からはるばると船でヨーロッパを訪れた侍がいたんですね。長谷倉常長なんですが、彼のローマでの痕跡を見てみたいと思います。これは日本が鎖国になる前のことになりますが、その時に長谷倉がローマで見たものが今はどうなっているのか、ちょっと気になりますよね。それから長谷倉常長といいますと、仙台藩主伊達政宗からスペインとの貿易交渉を主な目的としてメキシコ、スペイン、ローマに派遣されたんですが、その時の使節団、慶長遣欧使節といいますが、長谷倉はこの使節団を率いてこれらの国を訪問して日本への帰国を果たしてるんですね。実はその結果は失敗に終わってるんですが、それでもローマに来た時に彼らは意外なほどに歓迎されておりまして、素晴らしい功績を残していたんです。それなのにその彼らの交渉はなぜ失敗に終わったのか、今日はこんなテーマでローマをご案内したいと思います。それでは早速見に行きましょう。長谷倉がローマに来た時、船を降りたのはここだったんです。チビタベッキアという港町で、1615年の10月18日のことになりますから、季節はちょっと寒くなってきた頃でしょうか。日本からこの港に到着するまで2年ぐらいかかりました。まず宮城県にあります現在の石巻市の港を出港してメキシコへ行ったんです。日本が貿易をしたかったのはメキシコだったんですね。でも当時のメキシコはスペイン帝国の領土でしたので、メキシコの後スペインにも行きまして、マドリッドで国王フェリーペ3世とも交渉をします。そして国王の前で洗礼を受けました。この貿易交渉を進めるためには日本がキリスト教に忠実であることが求められていたんです。それでスペインの後はローマ教皇からのお墨付きをもらうためにローマにも向かったわけなんですが、バルセロナから船でこの港に到着したんですね。ここにはなんと古代2世紀のトライアヌス帝の時代の灯台の跡ですとか、16世紀の要塞などがありまして、長谷倉らも到着した時に今と同じこれらのモニュメントを見てローマに到着したんだという気持ちをかみしめたのではないかと思われます。まだそんなのが残ってんですね。ということでこのチビタベッキアは宮城県石巻市と姉妹都市になりましたので、この港のすぐそばにある広場に長谷倉常長像が置かれております。はい、これなんですが、かっこよく彫られておりますが、日本のお侍さんがこんなところで見られるなんてなんか面白いですよね。2本の刀と手には巻物を持ってるんですね。このようにこのチビタベッキアは長谷倉ゆかりの地ということで、ここには日本聖殉教者教会というのが作られているんですが、その教会については別の動画で詳しく説明してますので、興味のある方はそちらをご覧いただきたいんですが、でも一つだけ、この教会の中にも長谷倉の肖像画が描かれております。でも長谷倉のことっていうのは日本が鎖国になるとともに闇に葬られちゃってましたので、長い間分からなくなってしまってたんですね。でそれが明治維新の時、イタリアでその資料があったというのを岩倉使節団が発見しまして、それ以来またいろいろと研究されるようになったというわけなんですね。この肖像画を描くにあたって資料となったのはローマのアンジェリカ図書館というところ、これがその入り口なんですが、この図書館はダン・ブラウンの映画天使と悪魔という映画がありましたが、その舞台ともなっておりまして、ヨーロッパでも歴史のある図書館になります。
ここに長谷倉の肖像画が保管されていまして、この肖像画が、この絵の資料になったんですね。この下のところにファシクラと書いてありますが、これが長谷倉のことで、ラテン語系の人はハヒフヘホの発音ができませんので F で発音していたということがわかります。で、今でもね、ハライさんなんて言ったらね、アライさんになっちゃうし、ヒロコちゃんなんてイロコちゃんになっちゃったりとかするんですね。さて、彼らのために馬車4台と10頭のラバが用意されまして、長谷倉らがチビタベッキアをローマに向けて出発しましたのが10月24日の昼過ぎでした。馬車から彼らは地中海に沈む夕日を見たかもしれません。というのは、その途中の海沿いにありますサンタセベーラという要塞に一泊してるんですね。その晩は要塞司令官から招かれました宴会に臨んだということで、ね、どんな感じだったんでしょうね。美味しいワインを飲んだかもしれません、まずかったかもしれませんが。で、翌朝、早朝にですね、今度は牧草地帯を通ってアウレリア街道という古代の道を、ローマに向けて進んでいきますと、途中古代ローマの水道橋が残っておりまして、当時の教皇パウロ5世はこの水道橋を新しく作り直していたんですね。で、それがこれなんですが、ここがちょうどアウレリア街道の突き当たりになりまして、ここでローマ教皇から使わされました2人の使者に出迎えられます。噴水は権力の象徴でもありますし、長い時間をかけてローマに到着した旅人たちを出迎えるのにはぴったりの場所ですよね。長谷倉はそこで教皇パウロ5世からの謁見の許しが出たので直行するようにという報告を受けたんです。それで一行は当時教皇の別荘となっておりましたクイリナーレ宮殿へと直行いたします。その宮殿がここになりまして、現在はイタリアの旗が建てられておりますが、この建物は今はイタリアの大統領官邸となっております。サンピエトロ大聖堂のドームなども見える景色の良いところになります。この宮殿の前に長谷倉がここに来た当時も置かれていたのがこの2頭の馬を連れる双子の古代彫刻、今も置かれております。いよいよこの中で当時の教皇パウロ5世と謁見をしました。なんか緊張しますよね。っていうか僕が緊張しても仕方がないんですが、でも実はこの謁見というのは突然行われた非公式な謁見だったんです。当時日本のことは今のようによく知られておりませんでしたから、教皇はこの謁見で日本という国からやってきた得体の知れない使節団の真偽の見極めをしたということになります。ここで教皇から気に入られるかどうかが今後のローマ滞在に大きく関わってくることだったわけなんですね。でもどうやらうまくいったみたいなんです。なんでわかるのかというと、パウロ5世はこの宮殿のコラツィエーレの間という部屋の装飾をしたんですが、その際にその部屋の壁に長谷倉らのことを描かせてるんです。それがこれなんですが、この左から2番目の人物が長谷倉常長なんです。でもこれを見てどうして長谷倉だと言えるのかなんですが、どう見ても日本人の顔してないじゃんと思うかもしれませんが、これは今みたいに写真もテレビもこんなインターネットなんかはもちろんない時代だったわけですから、これを描いたアゴスティーノ・タッシという画家は日本人のことをよく知らなかったんですね。でもこれが長谷倉だと確信できる証拠があるんです。実はローマには長谷倉を描いた油絵の肖像画が残っておりまして、それを見てみますと、これはもう結構長谷倉にもしっかりとポーズをとってもらいながら描かれたという感じですけれども、この画面の左上に逆万字に2本の矢バッテンに置いたものが描かれておりますが、これが長谷倉家の家紋ですから、
これは長谷倉が描いたものだということがわかります。でこの2つの絵を比べてみますとね、この着物の柄が同じですよね、この袖のところのストライプといい、この動植物の柄の上着といい、その下に着ているものも同じですよね。ですからこういったところからこれは長谷倉を描いたものだと確信することができます。ということはこの長谷倉と話をしている右側の人物は誰なのか。彼はソテロというフランシスコ会の宣教師としてもともと日本にいた人なんですが、この嫌悪施設をオーガナイズしたりですとか、通訳をしながらこの施設団にいろんな助言をするなどして一緒に渡航していたという結構有名人になります。どう見てもいい感じに描かれてますでしょ。ですから長谷倉は最初から気に入られたんですね。降格という感じだったということがわかるのではないかと思います。でも一体何をやったらこんなに気に入られたのか、この謁見の様子について書かれた文書がありまして、それを読んでみますと、彼らは謁見室に入ると三度ひざまずいて教皇の足元にひれ伏し、このような名誉を与えられたこと、そして欧州の王伊達政宗の名において教皇の服従と忠節の誓いを示すことができるよう神が彼らを導いてくださったことに感謝したとなっておりまして、もしこの通りだったとしますともう完璧だったということになります。ですからこの後教皇様のお計らいで用意されました彼らの宿へと導かれました。その宿はこの丘の上にあったんです。この丘はカンピドーリオの丘といいまして、古代ローマの時代から最高神ユピテルの神殿があったくらいですから重要な丘になりまして、古代の政治や宗教経済の中心だったフォロロマーノやコロッセオ、皇帝宮殿などの遺跡を一望できましたし、この丘の上にも今見られますのは紀元前1世紀のタブラーリウムという公文書館のことですねの跡なんかが見られるんですが、でもこの上の方には窓ガラスがついてますでしょ。今も使っているんですね。12世紀以来の視聴者として使われているんです。しかもこの視聴者、こちらは後ろ側なんですが、正面に回って見てみますと、正面のこの広場はかの有名なミケランジェロがデザインしておりますので16世紀のものなんですね。長谷倉らがここに来たのが17世紀ということは、その時と大体変わっていないということになります。ここにもこの丘を守っているかのように馬を連れた双子の古代彫刻が置かれていますね。実はこれは戦いの神様で、これから長谷倉らは毎日この像を見ることになります。このように古代から今現在まで町の中心になっております重要な丘の上に長谷倉らの宿はオファーされました。はい、でもその宿っていうのは一体この丘のどこにあったのかなんですが、実はこの丘につながる階段というのはこれと、それからもう一つ、この左側の方にももっと急な階段があるんですが、この階段を登った、ところにあります茶色い建物、これは教会なんですね。サンタマリア・イン・アラコエリ教会と言いまして、その宿というのは実はこの教会に付属する修道院だったんですね。アラコエリ修道院といいまして、中世の頃からの由緒ある修道院でした。長谷倉らが馬車でここについて修道院へ入るまでの足取りをたどってみますと、それは聖母マリアの時刻といいますから、ちょうど日没の時間
ということになりまして、まずはこの教会の中に案内されましたので、この階段を上っていったんですね。階段の中頃では松明を持った修道士たちに出迎えられまして、今日は誰も出迎えてくれませんが、この階段を上っていきました。結構登るのが大変な階段なんですが、登りますと、この上から見える景色が素晴らしいんですね。サンピエトロのドームなども、見えますから、当時の街の中心を一望することが、できました、ね、こちらから見た感じもいいですよね。そして教会の中に入りますと、修道院長は聖ルカが描いたとされる聖母マリア像の覆いを取って彼らに見せたとありますから、これですね、今でもあります。そして彼らはオルガンの演奏でもてなされました。オルガンもこの後ろに見えますが、長谷倉の時はもっと古いオルガンでした。でその修道院に入るには、まず一旦この教会の側面から外へ出ます。すると先ほどのミケランジェロが設計した、視聴者の広場に出られるんですが、修道院の入り口はこちらになりまして、今残っておりますのは16世紀の正面玄関で、当時のフレスコ画なども残ってますから、長谷倉思い出の玄関ということになります。ここにコンベント、これが修道院ということになりまして、サンタマリア・イン・アラコエリというふうに書かれておりますが、ちょっと鉄格子開いてますので中入ってみますと、こういうところにフレスコ画がきれいに残っておりますが、この修道院はフランシスコ派の修道院ということで、アッシジの聖フランシスコの物語が描かれたものになります。だいぶ壊れちゃってますけれども、でも長谷倉がここにいた時にはもっときれいだったんでしょうね。で、この中はどうなってるのかなんですが、ここを後ろにちょっと下がって、この向こう側に何があるのかなんですが、この修道院の向こう側に白い建物がちらりと見えてまいりましたが、ちょっと見えにくいですので角度を変えて見てみますと、この辺りからですと綺麗に見えますよね。実は近年この建物を建てるために、その修道院はほとんど根こそぎ破壊されてしまったんです。このモニュメントはイタリアが1861年に統一された時の初代の国王ヴィットリオ・エマヌエーレ2世を称えて建設されたものとなっておりまして、このために歴史的な修道院が破壊されてしまったというのは本当に残念なんですが、その修道院の写真が残ってますので、それを見てみますと、これは修道院特有のキオストロといわれる回廊の写真になりますが、当時このような回廊がこの修道院に3つありました。この写真は長谷倉が見た時より約250年後に撮られたものになりますから、長谷倉がここにいた時はもっと綺麗だったはずですね。ということで、京子様からのお計らいで長谷倉が2ヶ月半寝泊まりをしたという宿の場所には、今現在イタリア国王のモニュメントが立っているくらいですから、逆にどれほどいい場所だったのかということが分かるのではないかと思います。そしてこの後10月29日には長谷倉らを歓迎する入社式パレードが行われました。そのパレードはサンピエトロ広場に入るところから始まって、当時の町のメインストリートを練り歩くというもので、長谷倉には立派に装われた教皇お召しの馬が当てられまして、およそ130発の祝砲が打たれて歓迎されました。その時の長谷倉の服装についてなんですが、絹と金糸銀糸等を持っておられた長寿草花の飾りをあしらった白地の和服という記録がありますので、まさに先ほどの華やかな着物を着ていたということがわかります。その他のパレードに参加した日本人の随員全員が上下和服で参列しました。日が変わりまして、11月1日は処世人の日、今でも処世人の祝日となっておりますが、長谷倉らもミサのためにサンピエトロ大聖堂に行きました。この大聖堂は今見てもすごいんですが、
この正面のところにはちょうどハセクラがあった教皇パウロ5世のことが書かれているんですよ。それを解読してみますと、ボルゲーゼ家から出たローマ教皇パウルス5世が教皇になって7年目の1612年に弟子たちの王子というのはサンピエトロのことになりますが、の栄光を称えてということで、ちょうどこの頃に完成したということになりますね。1612年というのは使節団がローマに到着する3年前ですから、ハセクラはギリギリですがほぼ今と同じ大聖堂を見ることができたということになります。この大聖堂の左に見える建物がバチカン宮殿なんですが、11月3日このバチカン宮殿で教皇パウロ5世との公式な謁見が行われました。この時ハセクラは伊達政宗からの親書を教皇パウロ5世に手渡しました。こういうところで手に持っていたものということになりますね。実物は、こういう感じで金箔をあしらった和紙にラテン語で書かれたもので、伊達政宗の名前、それから日付が慶長18年9月4日でしょうか、それから、道の府という、これは地名、そしてあと印鑑なんかが見られます。ここに何が書かれていたのかですが、結構意外なことも書かれていました。私は我が領国がキリスト教の栄光に包まれることを熱望しており、そのためにはローマ教皇の忠実なしもべとして剣馬の労を取ることも厭わない。よって我が領国に宣教師を速やかに派遣してもらいたい。大司教を任命していただきたい。そしてスペインとの通商の仲介に入っていただきたい。この希望を教皇聖下に乞うべく、私はその足元にひれ伏し、そのおみ足に口づけするという内容のラテン語が書かれております。これはソテロが伊達政宗の言葉を翻訳したものとなっているんですが、ソテロは脚色を加えていることもありますので額面通り受け取ることはできませんが、政宗の請願の内容がわかるかと思います。宣教師の派遣、それから大司教を任命してほしいと、それから通商貿易の仲介に入ってほしい、この3つですね。この後この要請は宗教審問所に付託されることになります。こんな感じでローマに到着してから教皇に政宗からの親書を手渡すまで10日間の間にポンポンとスムーズにことが運びまして、あとは返答を待つだけとなっていたんですが、それから2ヶ月以上ローマに滞在して教皇からの返答を待つことになるんです。ですからその間にハセクラらは毎日のように各教会を訪れたりしまして、いろんな経験をしたんですが、そんなハセクラのローマに残されたエピソードがいくつかありまして、例えばハセクラは使い捨ての花紙を持ってたんだそうですね。当時、っていうか、つい最近までですね、布で花を噛んだりしておりましたので、使い捨ての花紙っていうのは珍しかったんですけれども、それがこの今、書籍に挟まっております和紙、一番上の和紙なんですが、実はこれは懐紙というものになりまして、別に花を噛むだけじゃなくても、例えば刀を拭いたりメモを取ったりみたいな何をしてもよかったんだそうですが、でもハセクラはたまたま風邪をひいてたみたいで、よくこれで花を噛んでる様子を見られておりまして、この図書館にあります書籍にこれがハセクラの持っていた花紙として記録されてるんですね。はい、それから2番目は2本の小さな棒、箸のことですね。これを懐から出して食事をしたと、ミスキ教から食事になんかも招待されておりますしね、そういうのが見られております。ね、こちらのものってね、箸用に切ってありませんのでね、どんな感じで食事したのか心配ですが、はい、そして3つ目はハセクラの持っていた刀
ね、こういうところに刺していたやつですね。これはよく切れる高価なものであったというようなことが書かれておりまして、長谷倉は誰かにね、これ何かを切って見せたんでしょうかね。危ないですね。はい、そういうような、ね、エピソードが残っておりました。そんな中、ローマでは秘密会議が開かれていたんですが、長谷倉とその随員7名にローマの市民権を与えること、それから長谷倉に関しては貴族の称号も授与することが決議されておりまして、11月23日にこの市庁舎の中でそれを受領したんですね。その証書は今現在仙台市博物館の中に保管されておりまして、こんなものなんですが、ここにそのことがラテン語の活版印刷で書かれておりまして、この中にも長谷倉の名前ファシクラロクイエモンと書かれてますが、そして伊達政宗の名前は伊達政宗、伊達というふうに発音していたことが分かります。それから欧州という言葉を特定することができます。この周りにあしらわれたデザインには長谷倉の家紋がありますね。そして SPQR、これは古代からローマの民主的な政治体制を表していたラテン語の頭文字を取ったもので、ずっと今現在もいろんなところに見られるローマの紋章となってるんですね。はい、そしてこの真ん中には鎧を着た女神、これはローマの女神とされておりまして、この市庁舎の中央にも置かれているものなんです。それからこれはメス狼なんですが、よく見ると下に人の姿をした双子の赤ちゃんが乳を飲まされているところなんですが、これはローマの発祥の伝説を描いたもので、それが実はここにあるんですね。視聴者と修道院の間に置かれております。双子を育てているメス狼は牙をむき出して双子を守っておりまして、このシンボルが古代からローマ人の士気を高めるということで現在もいろいろなところに出てきます。例えばこういうところですとか、おまわりさんのバイクですね。それからローマのサッカーのユニフォームなんかにも出てきますし、このオリジナルはこの丘の上から発見されたこのメス狼の像だったんですね。ですからこの1枚の証書は長谷倉らの施設が当時ローマで高く評価されていたということを表しておりまして、長谷倉はこの非常に名誉ある証書を当時日本に持ち帰っていたということになります。はい、それからさらに1ヶ月以上経った12月25日、というとクリスマスですね。長谷倉らはサンピエトロ大聖堂で教皇が執り行うクリスマスのミサに参加いたします。実はこの頃彼らはすでにローマを出発する予定を年明けの1月7日に立てておりましたので、ローマ出発間際だったんですが、それにもかかわらずこのクリスマスのミサの際に未だ常ながらを使わした政宗が洗礼を受けていないことを理由に彼らが礼拝堂の中に入ることを許されなかったんです。つまりローマでの問題はここにあったということなんですね。政宗なんですが、彼の要請に対して宗教審問所の決議を見てみますと、主に司教任命の件について論議されたんですが、迫害が進行している現在の日本において司教任命は適当ではなく政宗の改宗を待つべきという見解に達しておりまして、教皇パウロ5世はこのクリスマスの後12月27日付で政宗宛てに返書を作成させたんですが、それには政宗が速やかに洗礼を受けてキリスト教会に入ることを促してまして、その上で宣教師の派遣については派遣を決めることを命じたとしているんですが、
誰に命じたのかというと、スペイン在住の教皇太子に命じたということですから、どういうことかというと、スペインから宣教師が送られるようにスペイン国王と話し合って決めろということを命じたということだったんですね。それから司教任命については使節がローマにいる間は決められないということを書いておりまして、通商貿易に関しては教皇大使にスペイン国王と交渉することを命じたとしておりますから、全ては政宗が回収することとスペイン国王の決定に委ねられたということが書かれていたということになります。ところがなんですが、スペインの顧問会議は日本に対して初めから否定的だったんですね。って感じですが、実はこれはいろんな理由があるわけなんですが、まずは利益の問題ですね。これは日本との貿易がそれまでうまくいっていたメキシコとフィリピンとの貿易に実害をもたらして利益がないと結論付けていたということがあります。また日本側の宣教師を派遣してくれという請願がメキシコとの貿易という他の目的のための口実に利用されているのではないかという疑惑が取り沙汰されておりまして、政宗の真偽に対しても疑念があったということなんですね。事実、政宗はこの後長谷倉が日本に帰国すると同時にキリスト教の洗礼を受けるどころか、キリスト教徒を弾圧する側に回ってローマ教皇を裏切っておりますので、政宗の目論見はこの時すでに見破られていたということになります。それにもかかわらず、長谷倉は当時の教皇から愛されていたとしか思いようがないんですね。だって教皇はクイーナレ宮殿に彼らのフレスコ画を描かせてましたでしょ、はい、それから自分の家に長谷倉の肖像画を飾ってましたしね、さらにパウロ5世が亡くなった後のことなんですが、彼のお墓はローマのサンタマリア・マジョーレ教会のパオリーナ礼拝堂という、つまりパウロ5世の礼拝堂にあるんですが、その墓碑には長谷倉らのことを記した碑文が刻まれていたんです。それが、これなんですが、ラテン語で書かれているんですが、このヤポーニョルムというのが日本人ということになります。して日本人の使節団を使徒の座において盛大に迎えたというふうに書かれております。その上には地図のようなものを教皇の前で差し出している人が、おりまして、でまたある人が、それに指を差しながら何かを説明している様子が描かれた浮き彫りがあります。これがパウロ5世のお墓で、立派なお墓ですよね。ですから長谷倉のことは、パウロ5世の偉大な業績としてこういうところに刻まれていたということになります。さて、長谷倉らがローマを立った次の日の1月8日にローマ在住のスペイン大使カストロがスペイン国王に送った書簡が残っておりまして、そこにはこのように書かれておりました。彼らは教皇や枢機卿たちから名誉ある待遇を与えられた。これは極めて敬虔な行為と神への奉仕に関わるだけでなく、彼らの人物と礼儀正しい行為によるためである。とこのように書かれておりまして、長谷倉らがいかにローマで良い待遇を受けたか、それから長谷倉らがどうやら非常に礼儀正しく振る舞っていたということが伺えるんじゃないかと思いますが、結局長谷倉らは1616年7月12日付のスペイン国王からの政宗に対する返書をやっとの思いで手に入れることができたんですが、そこにはメキシコとの通商貿易に関する文言はなかったということですから、スペインの国王フェリーペ3世は事実上政宗の要求を退けたということになります。ということで、長谷倉が失意のうちに日本に帰国したのは1620年の8月下旬あるいは9月だっただろうと推測されておりますが、その頃日本では多くのキリシタンが殺害されて殉教をしておりました。
そういう日本での殉教の様子を密かに描いていた人がいたんです。その殉教図と呼ばれるものがローマに複数もたらされておりまして、それが保管されている教会があるんですが、次回はそれについての動画や、それからバチカン関係の動画などを予定しております。日本のお侍さんもこんなところまで来ちゃってすごいなと思った方はいいねボタンで教えてください。今日はどうもありがとうございました。チャオチャオ。 Thank you.